背番号23番ディフェンダーの森田壮です。今年28で、ポジションは基本的にサイドバックをやってるんですけど、まあ、センターバックだったり、まあ、ボランチなんかも挑戦したいなと思ってます。高校年代は、サガン鳥栖アンダー18ユースに所属してて、サガン鳥栖のトップチームに昇格させてもらい、鳥栖で2年プレーした後に J3 の、まあ、当時は地域リーグだったんですけど、その年に昇格した、グルージャ盛岡に5年所属し、2018年から、当時栃木ウーバー、今の栃木シティに、加入して、で今年からアベントゥーラ川口に移籍させてもらいました。そうですね、まあ、なかなか来てすぐ、まあ、来てすぐというか、まあ、このご時世コロナで大変な中、まあ、なかなか不要不急の外出はもちろん避けてはいるので、まあ、日用品だったり食品の、まあ、買い物で近くのマミーマートっていうところをよく行ってます。ミッドフィルダーをやってたんですけど、高校1年生から、まあ、当時の監督さんに、サイドバックに転向させてもらったというか、でそこでプレーの幅というか、まあ、選手の幅を広げていただき、で中盤やったりディフェンスやったりしながら、まあ、自分の可能性というかそういうものを広げて、でユース年代の時に、まあ、もちろんトップともつながりがあるのでトップの練習参加させていただいたり、で高校3年生の時には、まあ、2種登録もさせていただいて、よりプロの練習というかプロを肌で感じることができたことが一番大きかったです。その当時は、まあ、九州でもトップクラスではなかったので、まあ本当しっかり、まあ、フィジカルから作る、でそれで、まあ、チームとして戦うってことをベースに、まあ、個人の能力を最大限にこう生かすようなチーム作りで、まあ、その中で自分も良さを出せるようにやってた感じですね。まあ、経験した試合数も多くはないんで、なかなか分からないところももちろんあったんですけど、まあ、J2 はまあ当時高校生だったので、まあ、試合に出させてもらえる、その肌で感じれるだけで、あ、すごいいい経験したんだなって当時思えるぐらいで、もプレーがどうこうとかはそこまでは感じれず、まあ僕が一番そのナビスコベガルタ仙台とやった試合では、まあまずスピードフィジカル、そういうものが、まあ全てまだまだ自分にはないなって痛感したのが、まあ現実で、まあ、地に足ついてないというか、まあ、ふわふわした中で試合を経過していって、まあ何もできなかったなっていう印象が強いのと、 J3 は、まあ、J3 ではたくさん試合数出させてもらって経験させてもらった中では、そう当時はそんな実力差がめちゃくちゃあったとは思ってなくて、ただ、まあ、年々こう J3 も年数を重ねていくと、まあ、最近はまあめちゃくちゃ上手い選手だったり、まあ、育成が育ってきたアンダーのチームだったり、まあ、すごく上手い選手が J3 にもたくさんいるなっていう印象は今あります。そうですね、まずこのチームと一緒に僕もまた這い上がるというか、一つずつカテゴリーを上げていくことがここに来た、まあ、意味だと思ってるんで、1年ずつしっかりステップアップできるように、まあ、そこにしっかり貢献できるように
頑張りたいと思います。はい、はい、いつも応援ありがとうございます。来てすぐ、まあ、こういう状況で、まあ、早くサッカーがしたいなって気持ちもあるんですけど、まあ、今はその気持ちをちょっとこらえてしっかりまたアベントゥーラとして活動できる時に、まあ、いいコンディションでまたいい顔してみんなと会えるように、まあ、今自分家でできることだったりそういうことをやりながら試合が始まった際には熱い応援と熱い後押しとみんなでこうアベントゥーラ川口を強くして、で チームが試合に勝ってどんどんこのチームをもっとたくさんの人に知ってもらえるようにやっていきたいと思います。1年間よろしくお願いします。